こんにちは、速稼塾の久保です。時代は変わると言いますけども、収入の形で時代に変わったということが言えるとしたら、手取り14万の人がその14万の仕事を一生懸命やっていて、以前は年齢とともに、それから経験年数とともに14万が20万になり、25万になり、35万になり、40万になるというね、大体年齢と同じだけ給料みたいなモデルがあったわけなんですよ。25歳では25万とかね、35歳では35万みたいな、そんな月収のモデルがあったと思いますけども、これは高度経済成長の背景があったからであって、バブルが崩壊した後に収入と仕事の関係がどう変わったかというと、14万の人はずっと14万のコースとかね、それから35万の人はずっと35万のコースとかで、800万とか1000万の人はずっと800万1000万のコースって感じで、収入とその仕事っていうのが固定化されちゃったんじゃないかなと思うんですよ。ですんで、60になろうが70になろうが、高年収の方はどこに行っても高年収からスタート。でも反面、日当8000円1万円の人っていうのは、年齢を重ねようと、経験をしようと、どうしようともその取得から変えられないんじゃないかなと思うんですよ。それはなぜかっていうと、そういうふうに給料の伸びない仕事と給料が伸びる仕事っていうのにまさに分かれちゃったからなんですよね。今年収が低い方って、 IT 関係に勤めてる方ってあまりいないと思うんですよ。どうですかね、プログラマーがバリバリできるよとかね、 SNS でインフルエンサーすごい発信ができるよみたいな方が、じゃあ手取り14万ですかったら、そうじゃないですよね。こういうふうな新しいテクノロジーに飛び乗れた人っていうのは、もしくは今からやろうとしてる人っていうのは、手取り14万が20万とか25万に伸びていくことは大いにあるんですよね。でもそういうのをやってないし、そもそもやろうともしてない方に手取り14万から抜け出す方法はないんじゃないかなと思うんですよ。なぜなら、その手取り14万の仕事を一生懸命やっても手取り14万は変わらないわけでしょ、だから当然ですけども、まあ所得の高くなるような技術スキルも身につけることができないっていうことだと思うんですよ。まあ、なんか最近ではね、行政書士さんもどんどん依頼が減っていって、 あんまり給料が取れなくなってきてるって聞きます。あの資料ですらね、人口が増え続けていくのではなくって、人口が減り続ける世の中で、これから紛争ってのが減るわけですよね。人が多ければ多いほどトラブルが多くて、トラブルを解決する人も必要になってきますけども、極端な話、日本人口の人口が、日本人の、ね、人口が、ね、1万人になっちゃったら、そういった行政書士さんとか司法書士さんってそんなに必要なくなるわけなんですよね。で、それが今起きてるんではないかなと思うんですよ。まあ1万人になるってことはないですけどもね。ただ少なくとも今後のことを考えると、そういった資格を持ってれば大丈夫だった人にすら、そうでなくなってくるっていう現実が出てくるんじゃないかなと思います。ですんで、これからね、私業を目指される方、私業にもうすでに入られてる方は、日本語圏内ではなくて、国際的なそういったね、弁護士さんとか行政書士さんとかになっていく必要まであるのかな。要するに今持ってる能力プラスワンが必要になってくると思います。で、何もない方はそこにプラスワンで1個の能力でやっていけるんで、どうせだったらね、そういうふうな閉じていく給料を狙うんではなくて、IT 系ですよね、やっぱりね。 IT 系、情報系、それから、動画の編集はちょっとね、今あまり美味しくないみたいですけども、まあ人の気持ちを扱う人とかね、そういうふうな、今まで職業としてなかなか認められてこなかった、20年前30年前にはなかった、存在しなかったような新しいジャンルに特化していくと、しばらくはやっていけるんじゃないかなと思うんですよね。だから YouTube ってものも10年前ってのはあったんですけども、そこまで人が見向きもするもんではなかったですよね。でも今 YouTube で生計立ってる人が、私の見える範囲で言ってもかなり多いんではないかなと思います。というのが、動画1本あたりの再生数、皆さんお分かりになると思いますけども、私そんなないわけですよ、ね、吉田さんもそうですけども、まあ、100回そこそこなんですよ。でもこんな再生数でね、もう自由に生きていけるわけなんですよ。でも YouTube をやってない方っていうのは、もしかしたら生活や収入とか時間に困ってるかもしれませんよね。で、ここだけ見ても見えてくる現実があるんじゃないかなと思います。そして今回ね、14万で諦めたらそこで試合終了だよっていうふうな言葉ありますけども、これは確かね、スラムダンクが有名にした部分はありますけども、
というのも有名になったスラムダンクっていう漫画が取り上げた言葉が有名になるのは真面目のりなんですけども、もともとは私空手とかね聞いた覚えがありますよね。空手っていうのはまあ試合の会場に行ってですね、1対1で押すって始まるんですけども、やっぱりね完全に1本取られるまで、それからギブアップするまでに、あもう大方決まったなって思える瞬間があるんですよ。でもやっぱりね最後完全に負けというふうに言われるまで、もう5体が動かなくなるまで根性で立ち向かっていくんですよ。最後の瞬間まで俺は負けねえみたいなね、負けるにしても自分からギブアップはしないみたいな、自分からタオルは投げないみたいな感じですよね。まあ映画ロッキー4とか、それから他の作品でもね、あのセコンドがタオルを投げようとするところを試合する人間がもう投げないでくれと、最後までやらせてくれって言って強行した結果負けたばかりかね、命まで失ってしまうみたいな物語があったりするわけなんですけども、そのぐらい自ら負けを認めるってことは悔しいことなんですよね。命がけのことなんですよね。まあですんでビジネスや収入の世界にそれをね、まあ、ちょっと無理やり当てはめると、まあ、自分はこの収入でいいやと思った瞬間、やっぱそこで、ね、もうビジネスマンとしては終わっていくんじゃないかなと思うんですよ。で私がねなんかねもういいやみたいになってますけどね。まあでも勘違いしていただきたくないのは、私はビジネスをやるたんびにお金をいただくっていう形は終わりましたけども、投資っていうのは一回その型にはまると毎日利益を生むようなね、毎日セールスはしてないんだけども現金を引っ張ってくるようなモデルですから、まあ一番ね時間を作りながらお金を作るいい手段だなと思ってるんですよ。まあそこに来るのが大変なんですけどもね、そこまで来るのがね。でここで何が言いたいかっていうと、やっぱり投資の世界も諦めればそこまでで終わりなんですよ、まあでもね諦めずにどうすれば自分の問題が解決できるかってことに真摯に取り組んでいくと、一つ一つ紐解けていって、そして最終的には、まあ稼げるところに来るんですよね。で一旦そこに入っちゃうともうなかなかね負け目に入っていかないんですよ、これがね投資の面白いところですよね。特にね利回りごととかっていうのは一発逆転のねなんかこう ICO とかじゃないですから、まあすごくね安定して収益が取れるようになると、大きな勝負をしない限りはもうこのままやっていけるかなと、ロスカットとかね資金管理もしながらですけどね。もうちょっとしたら私にも3時間ぐらいで新しい報酬が入ります。ありがたいですね。はい、じゃあそんなとこですかね、今夜はね。はい、ありがとうございました。で火曜日吉田さんよろしくお願いします。火曜日と言いますと10日ですね。10日は夜町内会の活動がありますんで、そして午前中は三味線の稽古ですね。ちょっと私としては一日中いろいろあるみたいな珍しい日程です。まあ暇な毎日と打って変わって10日はちょっと色めき出すかもしれないですね。またご連絡ください。お疲れ様です。